こんにちは。ただいま大阪環状線大阪城公園駅の一番乗り場に来ています。まもなく大阪城公園駅18時38分発の京橋大阪方面の内回り電車が8両で来ます。森の宮発車車来た。お、接近放送が流れました。18時38分発普通京橋大阪方面行きが8両で止まります。危ないですから黄色い点字ブロックにてお進みください。